ザ・ドリフターズの高木ブー、87が19日、自身のインスタグラムを更新。18日に YouTube で公開が始まった、志村けんさん、享年70のコント番組、志村けんの大丈夫だ、の視聴を呼びかけた。志村さんの所属事務所は18日、87年から96年に放送された同番組を再編集し、同社の YouTube チャンネル、伊沢オフィス公式チャンネルで順次公開すると発表。動画による収益は、諸経費を除いた上で日本赤十字社に全額寄付される。高木は、在りし日の志村さんの写真をアップし、昨日、伊沢オフィスの公式 YouTube チャンネルで、志村の、大丈夫だ、が配信となりました、と報告。動画のリンクを添え、広告収入は日本赤十字社に寄付されるそうです。よかったら、見てくださいね、と呼びかけた。ファンからは、早速チャンネル登録してみています。今すぐ見ます、などの声。志村さんも笑って過ごしてたら喜んでくれると思う、といった声も寄せられた。